佐野市。佐野市は、平安時代末期から、江戸時代初期にかけて下野国を中心に栄えた一族。秀郷流の系統。藤聖足利市、原生の足利氏とは別所流。足利雄綱、つな、綱の弟の子で下野国阿蘇郡佐野省に到着した、佐野元綱より始まる。佐野荘は、藤聖足利市の足利家綱が立憲したと見られ、家綱の自治。 佐野成都氏へ相続され、老いの元綱が継承した。元綱は、成都氏の養子となったとみられる。本州である藤瀬足利氏当主、足利達達が志田義弘と手を組んだのに対し、元綱は、早くから源の頼朝に味方したため、頼朝によって、藤瀬足利氏の着流が滅亡した後も、鎌倉幕府の御家人として、勢力を維持した。また、 佐野省は、将来を流れる秋山川の上流と下流で分かれていたと見られ、上流の上佐野に分け、総領下は、下流域中心に支配したとみられる。尊卑文脈、俗軍書類銃などの佐野系図でも、佐野元綱の時代から大きく国旗の系統と影綱の系統に分かれており、これが分裂を示している証ともされる。枝は、総領が国旗系、上佐野を、 かげなけとする。また上、佐野以外にも、書屋、岩崎、証券船越、戸室、田沼が広がっていった。上級三年、1222年に発生した上級の乱では、幕府方として参加し先行を立て、佐野太郎と七郎入道が、淡路国に上皇方の給料を得ている、淡路国大田文。栃木県史料編、中世語では、 佐野太郎を元綱とするが、田沼長氏は年齢差があるとして、国綱の時代としている。法事元年、1247年、法事合戦において、三浦氏に組みし、佐野佐右門の城、佐熱根加月綱、その子の佐野太郎、聖綱、加月綱の子、佐野小五郎、宋綱、または宋綱の子化の三名が、うちに、爆放に照らして、 本領以外は没収されたと推測され、僧侶家は一時没落した。運営九年、1272年から小十二年、1325年にかけて訴状などの古文書が残り、佐野安房や太郎像綱や義皇、剣綱の名前が見える。像綱は、柳田や田沼長氏が、聖綱の子、船越像綱と推測しているが、後の二人は、経図上に見えない。 元稿元年1331年9月の笠木山の戦いでは、鎌倉幕府法として佐野安房八太郎が見える太平記。鎌倉幕府の滅亡から、県務の申請の時期の動向は、はっきりしない。県務2年から3年には、佐野義綱と佐野はじめ大丸が来た朝方で活動していたのが、佐野義綱軍中将、佐野安房一大丸軍中将。 落合文書でわかる。義公は、南朝方の同族、阿蘇沼氏などと戦い、県武三年十一月三日に戦死し、後をその子、一王丸が継ぎ、柴氏に従っている。また佐野氏綱が、河室直の配下として、四条縄手の戦いや山と、吉野の戦いに参加している。また、氏綱の子、佐野太郎四郎秀綱は、足利義明に従って、常時五年。 1366年に越中国に所領を与えられた。秀綱は名乗りから総領系と見られる。また文が4年、1355年、佐野越前守る静名は、佐野省内の鎌屋村、荒井村を横領し、佐々木同与から訴えられている。枝によれば、静名は上佐野系の分家出身で、本領の佐野省は上佐野系が勢力を持ち、本州か国旗系は、 越中へ拠点を移したと考えられるとしている。王二23年1416年、上杉全州の乱が起こると、佐野市は持ちうじ方として残党処理を行っている。一方、鎌倉王蔵氏には一族と思われる佐野タスク・馬之助が全州方で見える。影響の乱及び有機合戦での佐野市の動向は不明。 ただし、持ち氏に近く半噛みすぎの傾向だったと推測される。京徳の欄では、佐野氏は、小学坊、足利重氏方に属した。しかし、干渉2年、1461年、岩松持久二が子、二郎と共に噛みすぎ方に転じると同様、同四年に、佐野氏も、幕府方へ転じている。また柳田は、広大に残った系図から、佐野家総領は、 国旗系から上佐野の文系、さらに西佐野を領した文系、最後に岩崎系、岩崎氏へと移ったとみなしている。戦国時代になると、中高の祖と呼ばれる佐野盛綱が出て、周辺へ勢力を拡大していった。佐野家の分裂は盛綱の下で解消されていたとみられる。古学坊の足利義氏が後北上し、小田原北上氏に軟禁されるなど衰退したため、 佐野氏も後北条氏の影響下に置かれるようになり、そのため後北条氏と敵対する関東官令、上杉謙信の侵略にた、ビビさらされるようになった。佐野豊公、佐野宗綱の代には一定の独立した勢力を保ち、天正十年、1582年に、小田家の滝川和正が、上州入りを果たすと、一族の天徳寺法、広氏、佐野坊綱がその側近取り、佐野氏は、 織田家に通じた。滝川氏が敗れた神奈川の戦いにも、佐野氏は参加している。滝川氏が敗れ上野国に後北条氏が進出すると、それに反発した佐野氏は後、北条法との対立を深め、天正十三年、1585年に後、北条法の長尾明長と戦うが、この合戦で、当主佐野修綱が戦死してしまった。総綱には、娘しかなく。 その無こたる後継の養子先について家中は、佐竹氏派と後北条氏派に分裂した。結局、後北条氏から養子、北条氏中を迎えその参加となったが、それに反発した、天徳寺法、広志や三条道及びら佐の家中の佐竹氏派の重心が出奔している。その後、天正十八年、1590年の豊臣、秀吉による小田原北条氏追悼の争い、 小田原征伐に際し、実家の北条氏側についた佐野、北条市中は、本家ともども降伏した。天徳寺法広氏が出本後に、豊臣秀吉へ仕えていたため、佐野家の家督は、坊主津およびその様子、佐野新吉が継承して存続した。しかし、慶長19年、1611年、新吉実家の富田信隆海駅に連座及び、自身の不養席を理由として、 佐野新吉は改役処分となり、品の国松盆に配慮され、大名としての佐野氏は終焉した。後に新吉は許され、弱子、久し綱の子孫が、江戸幕府、旗本寄り合三千五百国として幕末に至った。新吉の自死、後藤は、兄の久し綱から分与を受け、この系統も旗本として存続した。佐野宗の岩崎城城主 佐野市の分家で家臣、柳川この系統から、戦国期の佐野市が出たとする。黒田も、森綱以来の佐野市及び分家の気流佐野市は、岩崎市から出たとする。佐野坊高時代の当主、岩崎吉十郎久市長は、佐野宗綱の娘、佐野新吉室の妹をめとり、養子、新吉と船家だった主君、佐野坊綱から、佐野家代々の古文書等を渡されたという。 タデヌマ文章。岩崎吉十郎の後は、佐野新吉の子、重春。母は、佐野新吉室ではないがついだ。佐野僧の田沼城の領主。田沼茂綱がそ、分家した時期に小説ある。老中、田沼沖継はこの系統の子孫と称している。おみただし綱がそ、分家した時期に小説ある。関政府によると、旗本にせずの末裔を称する佐野家があり、 ゼズナが、北畑秋江、秋吉に仕え、伊勢国川の里に領地を得て土着したという。ただし佐野忠寺、北畑愚教と徳川家康に仕えるの曽祖父、四季部より、前の経図が中絶しており、ゼズナとのつながりは不詳である。気流号、現、気流氏周辺を領した佐野氏の文家。後に、気流氏に改めた。 下津佐野一族とは秀里を祖とすることのみ共通し、刑図上でのつながりは皆無である。本国は、身の国。森田田正に仕えた、半士郎正主家が祖。それ以前は不詳。この正秀が家康に仕え、旗本となったが、直径及び、文家一夜が、むつぐ断絶し、文家一夜が、幕末に至った。関政府。三河の家で、戦国時代に、 三河国志も和田村を領して、松平清康に仕えた、佐野与八郎昭安を外する。正康以前は不詳である太、大田領、聖守家系大辞典、関西府。文家を含め旗本に七屋あった。後文家一屋が、むつぐ断絶した。また、文家一屋は天保四年、千七百八十四年に、佐野正子とが、田沼沖継の子息、若年寄り、 田沼沖とも人情事件を引き起こし解役された。ただし三田村園魚の日記によると、江戸末期、与八郎昭安系の文家の者に政子との家の最高を認める坂が降りたが、幕末の混乱で最高はならなかったという山田忠夫、佐野政子と切腹よは、四五十七巻四号、三田四学会、1988年。室町時代に成立した洋曲、パチノキの主人公は、 佐野源左衛門城と小与である。皇城時頼の開国伝説を元にしたもので、いざ鎌倉という鎌倉武士の意気込みを表す。話として、教科書などにもよく取りげられる。後世、彼の子孫が、上記の佐野正子と,とする俗説も流布した。なお、佐野市内に、源の左衛門の城常与一族のものと称する墓があるが、柳田は、と小のものではなく、 下野佐野氏の初期の霊病であったのではないかとする。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。